こんにちは。大きなフラワーアレンジメント教室ブーケットパフュームの相澤智美です。本日はこちらのカーネーションを水揚げする時の注意点についてお話をしてみたいと思います。通常、水切りをする時にはだいたい5センチ前後ぐらい切ってあげるといいんですが、カーネーションに関しましてはとても一つ重要な注意点があります。それは、この節ですね。で、お花というのはこの、節から、上のところで水を、ここからここで水を吸う力が決まるという感じになります。だから例えば、このね節から、節のすぐ下で切ってしまいますと、このようなねすぐ下で切ってしまいますと水を吸う力は弱くなってしまいます。しかし、節のすぐ上のところで切ってあげると節までが次の節までが、とてもね遠くなりますので、その分吸う力が強くなります。ですので、例えばこのカーネーションでしたら、せめて真ん中ぐらいで切ってあげる。そして、このカーネーションでしたら節の少し上のぐらいで切ってあげるですね。あとそうですね、これでしたらこれはさっき、真ん中でいいかもしれないですね。こんな感じで、節をとても注意して切ってあげるととても、長持ちすることになりますので、ぜひ、皆さんもね水揚げするときに注意してみてください。それでは失礼いたします。